放送席、そして会場の皆さん、大迫勇也選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。悲願の初優勝となりました。今のお気持ちはいかがですか？このために日本に戻ってきたので最高です。試合終了の瞬間、スタンド総立ちでした。どんな思いで向かいましたか？いや、もう本当に自分たちを信じて、戦うだけでしたし、本当仲間を信じてました。本当に勝ててよかったですし、はい、みんなに感謝したいです。ホームで優勝がかかる大一番でした。チームとしてどんな決意で臨んだんでしょうか？いや、もういつも通り僕らが今までしてきたことを出すことだけでしたし、まあ、それを本当に前半最初から、スムーズだったので、まあ、それが優勝につながったのかなと思います。前半はいい形でゲームが進んでいきました。1点目、大阪選手のキープから素晴らしいラストパスでした。得点振り返っていかがですか？いや、もう春がいい動き出しで、ランニングしてくれたので僕はもう焦るだけでしたし、本当に春は本当苦しい時間も必死にもがきながらトレーニングしたので、結果が出てよかったですね、はい。そして2点目、武藤選手のところにピタリと合わせました。こちらいかがですか？いや、もう、はい、武藤は信頼しているので決めてくれてよかったです、はい。その後1点を返されて試合展開苦しい時間帯もありました。チームとしてどんな意思統一で戦ってたんでしょうか？いや、もうやるだけです。本当にやり続けることだけしか考えてなかったですし、はい、もう勝つっていう本当に強い気持ちで90分間できたので、もう本当に、ヴィッセル神戸がで優勝できたことは本当に誇りに思いますし、まあ、全力で喜びたいなと思います。苦しいシーズンを経てチームはどう強くなりましたか？もう一回お願いします。チームは今年どう強くなっていきましたか？いや、もう本当若い選手たちも必死に成長してくれましたし、もう僕らは本当背中で見せようっていう風に経験ある選手が、引っ張れたと思います。それが本当、まあ、チームとして強くなったのかなと思います。最後にこの大勢のサポーターの前で優勝を決めることができました。サポーターに向けて一言お願いします。いや、本当ずっと待ってたと思うので、みんなで喜びましょう、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。大迫勇也選手でした。